FM ルマ情報局をお届けしております。さあ続いてはキャンプコートニーからのお知らせコーナーです。本日もキャンプコートニーより障害館梅原さんをお招きしております。はい、どうもこんにちは。いやー暑くなりましたね、すっかりと。そうですね、もう夏です ね結局は、はい、先週土曜日のうちの方恒例のうるま市清掃をやってきたんですけども、はい、汗がくたくですよ。ですね、今日も、はい、あれですね、こんな暑いとなると暑くなると思ってなかったんですけど、ね、明日うちイベントあるんですよ、はい、実は先ほどのうるま署の方々、11日から20日まで、ね、うん、夏の交通安全週間なんですよね、はい、うん、それでうち明日ね、うるま署の方々がキャンプコートニーのゲートで、飲酒運転撲滅のチラシとかをこう、うん、はい、帰るアメリカ人の運転してるドライバーに配るっていうイベントを、はい、大体通常うるま市 の交通安全協会の方々と、うん、それからルーマ市の交通課の方々、はい、ね、キャンさんとかいつもおなじみの後とか、うん、玉木さんとか来られてですね、はい、交通安全のキャンペーンをやるんですけど、はい、さっき電話したら、うん、いやなんか明日風強かったら中止ねって、なんか台風なんですってそうな、石垣の方ですかね、今発生してるんですよ ね進路的には一応本当はそれそうなんですけど、はいはい、まだまだわからないということで、なんとなくそう言われてみれば、うん、風強いな、風も強いし、ちょっとムシムシしすぎかなっていう感じもあるんですけどね、うんうん、そうですね、チラシ配ろうとしてもチラシファーッと飛んちゃうかもしれないですけど ねだからね、こんな感じでね、はい、どうなるのかと思いながらも、うん、という話でですね、はい、でまあうちの方今週金曜日、はい、うちの司令官交代式ありました。キャンプコートニーの基地司令官が変わりまして、はい、それでバタバタとして、でそれ以外にもですね、今うるま市の9月の21日でした、21日、海から豚がやってきた の豚がホワイトビーチ の方にこう、はい、ハワイから送られてきた日を記念する、まあ記念の日の制定はまだみたいなんですけど、うん、何か有志の方々でやりましょうっていう話が盛り上がっていて、はい、そういった打ち合わせもありながら、うん、ね、金曜日、はい、で土曜日はね、うちそういえばうるま市のもう毎週やってるんですけど、うちキャンプコートニーの中に、うるまキャンプコートニーフレンドシップパークっていうのがあるんですよ、はい、で、まあ、本当のオリジナルの名前はぐし川コートニー友好の日みたいなのがあって、うん、その敷地があってですね、でそこのところに、まあ、随分前なんですけど、花も何にもなくなってしまって、一回植えろって植えたんですけど、まあ植えてはまた枯れて植えてはって、今回は結構前回ね、うるま市の商工会の方々が来ていただいて、三段花と植えていただいたんですけど、ようやくメンテナンスするっていうかね、こう定期的にこう面倒を見るんで習慣ができまして、毎週土曜日、うん、もうね毎週やるんでやることないんですよ実は雑草取りすぎちゃったりするんじゃないかっていうぐらい でそれをやっても今すごくきれいにまとまってて、うん、花もきれいに咲いてますんで、うん、今そういった土曜日 その清掃をやりながら、定期的にこう決まって毎週土曜日なんですね。多分もう暇持て余して、多分2週間に1遍ぐらいにした方がいいんじゃないかって話もしてたんですけどやらない時は全然やらなかったんですけどね、ようやく最近習慣づいてきましてね、いい感じになってきました。そうですね、植物の種類によって育ちの段階が違いますからね、手のかけ方も、ね、はい、手をかけなくてもいい木とか花、黒木とか、ね、うん、木だとうるま市の市の木ですけども、黒木とかね、あと三段花なんかも植えてそのままある程度結構ほったらかしにしても強いんでね、うんうん、剪定する時にいろいろとアドバイスをいただいて、うん、アメリカ人の方々パンジーとか植えたりするんで、そうすると2週間ぐらいでパワッとなくなっちゃったりするんで、枯れたら弱いですからね。弱いですよ、まだ綺麗だから取って植えるのに日差しが強すぎるんですか ね、 ね、そんな感じなんで、いつも、はい、そういった形で今回は、うん、まあ、少しメンテナンスをちゃんとやりながら、うん、っていう話で、はい、もう最近清掃ばっかりなのうちで、27日がまたビーチクリーニング、ちょっとビーチ未定なんですけど、また海の清掃へ行きますね、はい、この間ちょっと週末ね、奥間行ってきたんですよ、はい、奥間ビーチリゾート、奥間ビーチリゾートの隣に、米軍の奥間の
あ、施設がありまして、はい、そこでうちの某、公民館の方々のお母さんが方を連れて、はい、向こうでレストランで食事してきたんですけど、うん、いやすっかりハワイしてましたねその地域がですか、うん、もうすっかり雰囲気からね、うん、食べ物からね、はい、ピザも食べてきたんですけど、パイナップルいっぱいみたいなイメージですか、もうね美味しい、うん、中にスタバもあって、チーズケーキファクトリーとかいう本土の美味しいチーズケーキ専門店のね、待ってるとか、高いですよ、1個600円ぐらいするんですよ、1個600円とかですけどね、うん、まあ、そういうのもありながら、うん、でですね、はい、ちょっと数分あるんで、最後、キャンプコートニーのサマーイングリッシュクラスでございます、はい、ちょっと、今年もですね、キャンプコートニーのサマーイングリッシュクラスがございます。で、ですね、今年はですね、パパッパッパッと言うとですね、8月の19日から、8月の23日まで、で、今募集は大体20名を予定しているんですけども、ですね、今7月4日から7月19日まで、申し込み用紙を配布しております。19日、明日、うん、明後日ですね、今日水曜日ですよ、明日、はい、うん、19日ですと金曜日になりますね、はい、木曜日って書いてある、これには、まあいいや、そうですね、19日、はい、金曜日ですね、日付の方が当たってらっしゃいますよね、曜日が、はい、で申し込み期間が7月の24日から26日、うんうん、来週の水曜日から金曜日まで、うん、ウルミン3階男女共同参画センターの方に、はい、持参してください。郵送はできませんということで、この申し込みにはですね、いかにやる気があるかっていうのを、はい、本人だけでなくお母さんにも、がっちりお父さんお母さんに、いやうちの娘はどうしても興味あるんで行かしたいですっていう、その熱意がこもってるやつを取りますので、それでですね、8月の1日から2日、この8月1日2日両日にわたって午前10時から午後の4時、受講者決定の連絡を私が直接お電話をいたしますので、はい、はい、で英語のクラス8月19日から23日まで朝の10時から3時までなんですけどね、結構楽しいですこれ。うーん、ぜひともですね、もし無料ですので、はい、一応実費はだいたい1週間の食費、昼食費で1ドル10ドルぐらいの予算で50ドルぐらい、50ドル、まあですね、50ドル、6000円、はい、50ドル、5500円、6000円弱ってところでしょうかね、はい、で保険料は500円かかりますので、うるま市の方で申し込んでいただいて、うん、という話なんで、ぜひとも楽しみにされていてくださいということで、はい、もう例年好評でこうどんどん人数が増えていって、もう今はすごい倍率になっている、すごい倍率になってるんでね選ぶの、はい、去年はもう根性入れて全員取っちゃったんですけどね、全員を取ったらやっぱり人数多すぎてね大変でしたけど、でもなるべく取りこぼしのやないような形でね、うん、なるべく多く車が許す限り取りたいと思ってるんで、はい、はい、ぜひご応募ください、はい、はい、ということで本日もキャンプコートニーからのお知らせコーナー、キャンプコートに障害館の梅原さんをお招きしてお送りいたしました。はい、ありがとうございました。どうも梅原さん、ありがとうございました。ぜひイングリッシュクラスご応募ください。こちらの方詳しくは広報うるまの7月号にも載ってますので、はい、はい、ぜひご参照ください。梅原さん、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。